はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はいつもと違う動画ということで、珍しくコラボ動画となっております。そしてですね、今回、お邪魔させていただいておりますのが吉野家さんの公認 YouTube チャンネル、吉野家 YouTube さん、はい、お邪魔しておりまして、本日はおすすめ商品をいただけるということで、はい、はい、ごめんなさい、先ほど別途オープニングを撮ってるんですけど、今回2回目ということでもう一度自己紹介をお願いしてもよろしいですか。やってくんですね、それ吉野家 YouTube けんけんです。はい、吉野家 YouTube きなりと申します。よろしくお願いします。で、本日はですね、この吉野家さんでもう勤続7年以上勤められているけんけんさんがおすすめする商品10選をいただけるということで、見てわかる通り通常の10品ではなくてがっつりと食べる方のね、おすすめ10品なんで、量も伴うということで、しっかりとですね、最後まで楽しんで大食いをしたいと思ってるんですけれども、まあちょっと食べれなかったらちょお願いしますということで、編集でごまかしていきたいと思います。よろしくお願いします。今回ねおすすめいただいている10品ですね、すでにこのお店の方でお作り始まっているそうなので、早速ですね、料理ができ次第、順次出来立てをいただいていこうと思います。はい、それではよろしいですか。はい、はい、もちろん、はい、けんけん厳選のランキングメニュー第10位から登場でできたようですので、お願いします。お願いします。牛サバ定食になります。はい、ありがとうございます。牛サバ、牛サバ定食が参りました。一発目からサバですね。ええー。お待たせしました。はい、ネギ半玉牛丼にネギダクトッピングです。じゃあこれで、一発目は牛サバ、この定食系と牛丼系って感じですね。そうですね。はい。じゃあちょっといただいちゃっても大丈夫ですか。はい。はい、ぜひどうぞ。いただきます。ただでも僕個人的にこの吉野家さんでやっぱ牛丼はよく食べるんですけど、はい、定食系をほとんど食べたことなくて。あ、そうなんですね。サバめちゃくちゃうまそう。脂すごいですね。とりあえず10位のサバから。すごいな、この脂の乗り。下皿やばいですね。はい。びっちょびちょですね。びっちょびちょです。あ、うまそう。いただきます。あ、うまい。うまっ。全然米が足んないです。米が足んないです。これまだ1品目ですからね。うまっ。半分食べてこっち紹介しようと思ったんですけど、ごめん、無理ですね。じゃあ10位いっちゃっていいですか。これ10位全部いっちゃってください。これダメだ。すごいですね、あっという間に。ちょっともう一瞬でした。一瞬でした、ありがとうございます。10位の牛サバ定食。ちょっとこれ、第9位でいいですか。はい、9位いきましょう。もともとネギ玉牛丼っていう商品があるんですよ。はい、青ネギに特製のソース、タレがかかったものと生卵と牛丼っていう商品があるんですけど、じゃあベースであるものはここで、はい、で変更しちゃったり追加してるのがここって感じですね。そうですね、はい、これは全部かけちゃうのがベストですか。どうなんでしょう、おすすめのメニューとしては。けんけんさん全部かけて。かしこまりました。うわ、でもこのしみしみの玉ねぎがうまいからな。すごいことになりますね。すごいことになります。で、こうですよね。そうですね。うわ、すごい、素晴らしい。なめちゃくちゃ良くない気がしてきた。すごく罪の気持ちが。いただきます。うんうん、米に到達しない。具の方が多い。うまっ。玉ねぎ回して甘くなってますけど、はい、やっぱこのネギ、はい、このちょっとこうピリッとした苦味というか、はい、はい、これでね味ちょうど良くなってます。さすが考えられてますね、けんけんのキュウリは。うまっ。めちゃくちゃうまいですね。玉ねぎが多すぎてとかそういうこともなくですね。全くないです。でも願わくば大盛りにしたいですね。なるほど。ご飯も待ちたい。なるほど。全国の吉野家ファンの方は、ね、これやっていただけたらいいんですけど、うん、うまっ。もともとネギダクっていうのが築地の1号店で、はい、うん、通な常連さんが頼んでる裏メニューだったんですけど、それをやはり
皆さんにもやっていただきたいってことで、このサイドメニューとしてこのネギだけっていうね。これは分かります。分かりますか。裏メニューじゃないでほしい。じゃないでほしい。やっぱりメニューでした。ありがとうございました。今日10位ということはこの2品が5順ってことですもんね。そうですね、今10位と9位が来ましたんで。ごめんなさい、この調子だと全然足らないかもしれないですね。本当。それでは、はい、続いての第8位、こちらの商品です。はい、登場しました第8位、ケンケンチョイスネギラー油牛丼でございます。そしてはい、肉ダックスパイシーカレーになります。ありがとうございます。もういただいちゃっていいですか。もういっときましょう。ありがとうございます、はい、いただきます。さあ、このネギラー油牛丼というのは普通の、まあ、一般の牛丼にシャキシャキの白ネギに食べるラー油をかけた、うん、ネギラー油というものをトッピングしていただく商品になっております。匂いがね。匂いがあ、うまっ。でこんだけラー油かかってるからちょっとしょっぱいのかなと思ったんですけど、はい、全然そんなことはなくて、このザクザクの食感とか、はい、香り方されてるだけでうまみが増してるって感じですね。うまっ。ケンケンさん、はい、なんで大盛りじゃないんですか。うわ、これ一瞬でなくなっちゃいますよ。ちょっと今回は半分ずついきましょう。これで、このカレーですね。はい、肉だく牛スパイシーカレーということで、めちゃくちゃいい香りしますし、なんかやっぱ香りもそうなんですけど、そもそもさっきから具材の方が多いメニューが。あ、うまっ。うまいし、あとそのスパイスの香りの割に辛口ではないですね。ああ、なるほど。一応ですね、手元の資料だと27種類のスパイスを使用した吉野家の牛肉と玉ねぎに合うために作られたこだわりのカレーという。めちゃくちゃうま。めちゃくちゃ合います、この肉と玉ねぎとルー。これうま。ちょっとあのお願いがありまして。ほう、何でしょう。ここにトッピングしてもいいですか。トッピング。ありがとうございます。じゃあクワトロチーズ。あ、すいません、ありがとうございます。はい、ラー油の方にネギラー油丼にこの半熟卵と、そして、はい、失礼しまして、どうぞ。結構でございます。うまっ。めちゃくちゃうまいんですけど。ありがとうございます。個人的に好みで言ったら間違いなく追加した方が好きかもしれないですね。あー、うん、半熟卵、割とその香ばしさもマイルドになってお肉により合うというか。なるほど。うわ、これすげー好きだな。こちらもどうやらあっという間になくなりそうです。うまっ。ごめんなさい、そのままいっちゃいます、うん、そのままの勢いで。今ものすごい腹減ってて止まらないですね。いや、いい食べっぷりですね、本当に。ねえ皆さん、ねえ、クワトロチーズですので、皆さん分かりますか、クワトロの意味。クワトロですよ。うん、すいません、ごちそうさまでした。素晴らしい、ありがとうございます。じゃあもう引き続きこのまま次お願いします。はい、それでは続いてのケンケンチョイスの商品、よろしくお願いします。お願いします。ダブル定食の牛サラネギ塩カルビ定食です。どういうこと。ダブル定食の牛サラネギ塩カルビ定食と今彼は申しました。え、肉と肉がダブルの定食があるんですか。そしてダブル定食の牛サラ唐揚げ定食になります。はい、6位と5位のケンケンチョイスの商品が参りました。まさかの両方ともダブル定食ということで、こちらが牛サラ塩カルビ定食、はい、そしてこちらが牛サラ唐揚げ定食
ダブル定食2品ご用意させていただきました。せっかくランキングにしてるんだから普通ダブルちょっと話しときません？これがねうちのチャンネルのすごいところなんですよ。話さないんです。肉肉肉肉ですよ。あとは米が足らん。おかわり無料なので。あ、わかりました。はい、なるほど。え、おかわり無料なんですか？そうなんですよ。吉野家実は定食メニューはおかわりが自由になっておりますので好きなだけ食べていただけます。ちょっとこの後が僕知らないのでここで調子乗っておかわりするとやばいことになりそうなんで、どっから行ったらいいんだろう。いただきます。はい、はい、どうぞお召し上がりください。じゃあちょっとネギ塩カルビかな。いただきます。あ、すげえ米の味します。いっちゃってください。お米を、米、うん、そのカルビの油のこってり感ありますけど、ベースの塩だれ、さっぱり感もあるんで、はい、この組み合わせすっごいうまいですね。やばい、どうしよう。全然米が足らないんですけど。なのでおかわり無料となっております。うまっ。おかわりですか？はい。いや、これは無理ですって。おかわりしない方が無理です。ちょっとそのまま、今おかわり待ってるので唐揚げもいっちゃっていいですか？はい、唐揚げもいきましょう。うまっ、うまっ、うん、よく一口でいきましたね、唐揚げを。ね、普通の方は絶対に二口、そうですね、うん、のサイズですね。ないし二口、うん、はい。あ、おかわりちゃいましたね。おかわりちゃいました。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。マヨいっちゃおう。これマヨ、唐揚げにいってもいいわけ？唐揚げにいってももうご自由にお使いください。うん、うん、うん、うまい。割と吉野家さん来てやっぱ丼ばっかりで、はい、揚げ物食べたことないよって方も常連さんでもいらっしゃいそうですよね。そうですね。でも本当にでも一回トライしたらちょっと新しい扉開きますね。あ、なるほど、うん、ありがとうございます。うん、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは、はい、次の商品が出来上がったようです。次の商品が第4位ですね。4位お願いします。タルタル南蛮唐揚げ定食です。あります。来ました。タルタル南蛮唐揚げ定食が参りました。ありがとうございます。そして第3位がキムチ牛サラダになります。サラダ、はい。え、ご飯は入ってないですか？これ。そうなんです。これがですね、実はご飯が入ってなくて本当に文字通りサラダでございます。ちょっとこれも早速いただきます。はい、どうぞ。これタルタルの量とんでもないですね。うわー、たっぷり。いや、これ絶対米ですね。これは米だ。うん、うわ、うまっ。これすごいうまいんですけど。よかったです。南蛮ソース甘酸っぱさもあるんですけど、やっぱ結局どっちかっていうとこってりさが強くて、はいはいはい、でそこにあのベースの唐揚げのこの生姜感っていうかね、はい、そこがやっぱうまく効いてるからこってりしてるんだけど全然重くないって感じ でめちゃくちゃ米が進みますね。これは米、やっぱこうスタミナがつくような飯はあの口パンパンに食うのが一番幸せですね。7食目でも3日ぶりの飯ぐらいな感じで食いますよね。さっきから見てると。パワハルキッズメニューでございます。さすがです。うん、うん、うん、ね、なくなる前にサラダ、サラダだけになっちゃいますから。そうですね。下がってことはこれ、あ、
サラダだ。これに関しては本当にケンケンさんチョイスですか、それとも吉野家プロモーションチョイスですか。これはですね、最初に言いますけど、ガチでプロモーションなしでケンケンが選んでおりますので、あ、じゃあ普段結構食べられる。結構食べます。へえ、これは食べ方としては全部混ぜちゃった方がいいんですか。自分はそのままこのまま、うわ、めちゃくちゃうまそうなんですけど。うん、食べ応えがサラダじゃないから、お満足感しっかりありますね。これは鶏？鶏ですね、鶏肉です。あ、うまっ。あ、うまいわ。めっちゃうまいですね。正直結構僕も普段大食いするときに、はい、日常ではやっぱ食べないようにするんですよ、はいはいはい、結構節制するので、やっぱこう炭水化物抜いたりとか、結構こう脂肪の多いもの減らしたりとかするんですけど、そういうこの減量期とかでも安心して食べれるサラダですね。あと全然関係ない話なんですけど、はい、トッピング追加してもいいですか。あ、トッピングちょっとさっき、はい、教えてもらったの玉ねぎのトッピングです、はい、ネギダクですね。ネギダク、はい、あれちょっと足したいなと思って、おこのタルタルに玉ねぎ多めやってみたいんですよ。お待たせしました、ネギダクになります。ありがとうございます、はい、いやこれ絶対うまいんじゃないですか。ネギダクがやってまいりました、皆さん。おお。やりすぎました。あ、でもめちゃくちゃ合うな、これ。いいですか、ネギダク、うん、やっぱタルタルに玉ねぎ多め合いますね。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。さあ残りが1位2位でございますが、さあそれでは準備ができたようです。ケンケンセレクト第2位の商品こちらです、はい、お願いします。はい、ユーサーの定食になります。お、知ってるのが来ました、ね、顔なじみの顔なじみのが、ね、さあそして、はい、第1位は肉だく牛丼の超特盛になります。牛に牛に牛を重ねるというね、もう本当に食べたいものを選んでもらったという感じのランキングになってますけども、展開完全無視です。もうちょっとバラせたよねと思いますけれども。まあこれ好きなもののランキングですからしょうがないですよね。はい、まあ、でもせっかくね最後なんで、はい、あったかいうちにいただきたいと思います。はい、本当に本当に心からすごく美味しいんですけど、はい、これでこう食べるのはさっきからダブルテイとかで散々やったんで、新しい言葉がないんですけど美味しいです。そうですね。やっぱこの生卵今回初出なんで、あ、そうですね、言われてみれば、うん、これうまい、うん、逆に言えば変わらず美味しいですね。最初と今と、まあ、同じものというか、この牛サラの形で何品かいただいてますけど、変わらずずっと食べてもやっぱ美味しい。なので、ここに来て牛サラ定食でも変わらずに。せっかくね、こっちのお味噌汁なんですけど、はい、一緒に食べたいので。ちょっと取っときつつ1位許可されてますよ。1位行かせていただきますね。これやっぱ肉だけもかけちゃった方がいいですか。もうそうですね、もう史上最大級のボリュームお届けしたいですね。そうですね、これ事前に、いや本当に別にケンケンさんが悪いわけじゃないんですけど、吉野家さんにもね、もっといろんな単品とかありますからね、調べていただきたいですけど。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ということで全10品、はい、完食でございます。ありがとうございました。
はい、ということでですね、本日はこちら、吉野家中部さん先導のもと、ケンケンさんおすすめの、10品いただいてきましたけれども、全部めちゃくちゃうまかったです。ありがとうございます。今回ですね、動画をご覧になってくださってる皆様、やっぱり吉野家さんといえば牛丼のイメージで、普段ね定食を食べないよとか一品食べないよって方も多いかもしれませんけれども、この動画を通してですね、初めて知ったよ食べたいよというメニューがありましたら、ぜひ吉野家さんの方に伺ってですね、美味しいメニュー食べてみてください。それ以外にもですね、今回お世話になりました吉野家 YouTube 様のね、この動画の方に関しましても URL 概要欄に貼っておきますので、またちょっと違う編集の面白い感じになっておりますので、そちらも合わせてご確認ください。恐縮です。はい、ということで今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。終わり終わり終わり